皆さんこんにちは、渡辺裕樹です。では今回は、新ギレンデーボー、ベリーハードチャレンジ、ランバラル編、続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、ホワイトベースを追って、ザンジバルで、地球に降りてきたランバラル隊なんですけども、ホワイトベース隊強すぎて歯が立たないということもあって、これを一旦見過ごしています。その後、ザンジバルをここウラジオストクに入れて、ギャロップを受領したというところまで前回プレイを行いました。今回その続きになります。本来であればギャロップでホワイトベースを追撃するところなんですけども、まあ、さすがはベリーハードというところもあって、なかなかうまく追撃ができずに現在、ホワイトベースとこれだけ距離がね、できてしまっているという状態です。一方、宇宙からムサカを下ろしてまして、ここにはレズンですね。専用ギラ動画載っているレズン。あとはガルマザビ大佐。これは黄泉の国から帰ってきたガルマですね。このムサカ2隻で何とかホワイトベースを打ち取りたいというふうに思っています。ランバラールに関しては、まあ、以前グフに乗っていて、場合によっては撃破されてしまうということもありますので、慎重に戦っていきます。では、時間を進めていきましょう。まだまだランバラール、やれることが少なくてですね、妖精とか、そういうこともできないので、原油戦力でなんとかホワイトベースを撃破していこうというふうに思います。では先に、ムサカの部隊がホワイトベースに取り付けましたので、ここでホワイトベースに攻撃仕掛けていきたいと思います。さあ、ライラのムサカ、こらえられるか。ギリギリですね。もう4分の1ぐらいしか残ってないので、早々にホワイトベース沈めないと。大変なことになってしまいそうなので、ここでホワイトベース沈めにかかりましょう。ランバラル隊がまだちょっと遠いので、レズンのモビルスーツ隊で、ホワイトベースの撃破、これを目論みます。ここですね。レズンとガルマ。このモビルスーツ隊が、ホワイトベースにどれだけ、ダメージ与えられるかというところですが、どうだろう ?3 分の1削るのがやっとか。このまま行くとあと4ターンぐらいはかかってしまいそうですね。さすがに、ホワイトベース硬い。ランバラル隊がホワイトベースに取り付けたんですが、どうだろう ?3 分の1。から半分ぐらいですかね。ホワイトベース残り半分ぐらいというところまで削りました。こうやって見ると宇宙での戦いは珍しくベリーハードにしては順調に推移しているように見えますね。問題はこのホワイトベース隊の撃破なんですけども、ちょっと難しくなってきているので、一度タイムリープ、時間を戻して戻ってきたいと思います。このままだとなかなかホワイトベース隊を撃破するというところにたどり着けなそうですね。オーバーテクノロジーのユニット、まあ、あまり入れていないというのもあるんですけど、そもそもこのランバラル隊だけでホワイトベース隊を撃破するというのが、至難の、ね、技ですよね。この時点では編入させたり、養成したりとかっていうことが、まあ、一切できないというのもあるので、まあ、ここは、まあ、ちょっと諦めてですね。作戦を練り直して戻っていきたいと思います。はい、実はですね、もうだいぶ積みの状態になっていたので再びやり直しています。どこからやり直しているかというと一番最初からです。まずですね、ここキャリフォルニアベースはしばらく安全なことが確認できたので、キャリフォルニアに配備されていたガウ、攻撃空母をはじめとするこの編隊をまずはこのランバラル隊の指揮下につける。まあ、編入はできないんですが、命令はできるので、随行させることにしました。これでランバラル隊の防御力、攻撃力を底上げしてます。それと、ここはね、もうちょっとハマーン様の能力、力に頼らざるを得ないというのもあって、まあ、案外ではあるんですが、ハマーン様、これに参戦をお願いしてあります。まあ、案外ではありますがね、ハマーンの能力に期待しましょう。さあ、では、交戦状態に入りましたね。今回はガウの編隊を入れているので、
ランバラル隊に襲ってくる敵を撃破しながら進むという新しい戦い方を試しています。キャリフォルニアベースから今回は命令を行っているんですけども、これですね、一度オデッサバージョンも試してみたんですけど、オデッサはですね、指揮官ばっかり、キャラクター乗りばっかりというところもあって、命令を使っているとあっという間に発言ポイントが枯渇することが分かったので、今回はキャラクターが誰も乗っていないキャリフォルニアベースのガウ、これを利用しています。残念ながらギャロップがここに追い込まれてしまって、もう、生き残りは難しそうですね。ちょっとまたやり直します。ウラジオストックを取るのが早すぎちゃうのかなと思うので、ムサカがまだここなんですよね。なので、ムサカがホワイトベースが降りてくるこの辺りまで展開してくるのを待ってからウラジオストックを占領するっていう作戦にちょっと変えていきたいと思います。ようやくムサカを中国に降ろすことができましたので、こっからね、反撃と。いう風にしていきましょう。レズン専用ギラ動画、これをもちろん出しますし、ガルマも出します。敵をね、一気に壊滅という状態に持っていきたいですよね。あとはハマーンのアッガイも、出すだけ出しましょう。特に索敵能力なんかは高いアッガイですからね。あと地味にですね、遠くオデッサから部隊も、キャラなしのものを移動させてきているので、これも命令を使ってじわじわとホワイトベースがいつ降りてきてもいいようにですね、動かしていきたいと思います。ヒルドルプなんかはね、火力はありますから、ホワイトベースが降りてきた時にね、しっかり仕留められるように頑張っていきましょう。レゾンのギラ動画がどれくらい、戦力になってくれるか、無双してくれるかっていうところにね、まずは、注目と期待を、寄せていきたいと思います。ここですね。無難に、このね、5機スタック全部撃破するぐらいにしてくれるといいんですけどね。さすがにレズンのギラ動画でかいですね、そもそも。いやー、倒せないのか。いや、マジか。これは期待外れも、甚だしいな。陸戦ガンダム倒すのがやっとってこと？なんか期待していた戦果がちょっと、出ないかもしれないですね。はい。では、頑張って、ここまで追い込んできたんですが、こっから先がまたきつそうですね。本当にきつそう。どうしようかな。まずは、ここにいるホワイトベースに攻撃を仕掛けてみるっていうところからになるかなとは思うんですけどね。強そうですよね。どうやってこのホワイトベースを、落とすかというところに尽きると思うんですけど、ちょっとこれで無理だったらですね、オーバーエイジの機体、これレズンではなくてハマーン様のキュベレーにするっていうことをちょっと考えてみたいなというふうに思います。それくらいこのランバラル編のベリーハード難しいですね。ここでホワイトベースにどれくらいダメージ与えられるかっていうね、ところまずは注目してみましょう。これでダメだったらちょっとオーバーエイジの機体を変更します。レズンがね、先ほど見ていただいた通り思ったより全然戦果が出ていないっていうのもあるので、そのあたりの誤算をね、回収しなきゃいけないんですが。
さあ、どれくらい攻撃が当たるか。半分、半分、半分ですね。さあ、ここですね。ここでブライトのホワイトベース撃破できるかどうか。どうだろう。ちょっと足りないかな。足りない。足りなかった。あと一撃ですね。もうレズンもエネルギー切れ、近いという状態。で、ランバラル隊もですね、敵の別動隊の攻撃を受けてかなりきつくなってきていて、次、持ちこたえられるかどうか、というところになりそうですね。持ちこたえたところで、まあ、レズンはじめ、味方の部隊は、ちょっとボロボロにはなりそうですけどね。さあ、7位が、ブライトを、ちょっと反撃カウンターで削ってくれたところではありますが、残念ながら、ライルのムサカは撃沈されてます。この時代にね、逆者の時の、まあ、巡洋艦扱いではあるもののムサカを沈められてしまうというのが、ベリーハードですよね。だから、ハマーンは、アッガイ、もうこのハマーンのアッガイはすでに撃破されてしまっているんですけども、ハマーンはアッガイじゃなくて、キュベレイでも本当に良かったかなっていうのはありますね。まあ、もしね、このまま攻略ができて、ガンダムが手に入れば、ハマーン様には、ガンダムに乗ってもらいましょう。レズンも絶対に撃破されたくないからな。ちょっとレズンはここで回復に入りましょう。ギャロップも離脱はできたので、ここで回復します。で、7位で、確実に仕留める。ヒルドルプもね、本当に、できれば失いたくない貴重な戦力ではあったんですけど、ここは、ヒルドルプの犠牲になってもらうしかないかな。ムサカ一隻は残したいですよね。ここです。ここで、ブライト、ホワイトベースを撃破できるかどうか。ようやく、撃沈。4時間ぐらいかかりましたね。今日の収録はここまでで。まあ、苦労の回、試行錯誤の末、まあ、ようやく、ブライトの、ホワイトベース、撃沈、完了です。ヒルドルプは撃破されてしまいましたね。レズンはかろうじて生き延びてるけど、レズンもちょっと危ないな。まあ、一旦これで目標は達成できたので、ゲームプレイ自体はね、継続できるかなと思いますので、継続はしてみましょう。レズンをなんとか逃がすところからですかね。ラル対木馬の反応が完全に消えました。これでザビ家の個人的な恨みで戦うのは終わりだ。お前たちには苦労をかけたな。いえ、ラル隊と共に戦えるだけで我々は嬉しいのであります。そう言ってくれると肩の荷が下りる。これで私も二階級特進だ。お前たちにも良い生活をさせることができる。あなたらしい。少しは自分のこともねぎらってくださいまし。ラル隊、 V 作戦阻止に関してドズル中将からの辞令をお送りします。ご確認ください。はい、木馬撃破任務完了。これによってランバラルが中佐、ハモンが少佐対応、クランプ、アゴース、コズンが1階級昇格しています。発言力2万獲得ですね。次の任務については後ほど通達がある。確かオデッサの救援戦になったと思います。ガンキャノン、ガンタンク、そしてガンダム、これらをね使ってなんとかこの後の激戦戦い抜いていきましょう。まずはガンダムにはハマン、そしてガンキャノンには誰を乗せようかな。コズンで、タンクに射撃が高い人がいいので、そうなるとイカデムだな。で、まずはレズンを逃がしましょう。なんとかレズンに逃げ切ってもらわなくてはいけないですからね。
はい、というところで、じゃあ今回はね、ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。レズ、ちょっと逃げ切れないかな。